お疲れ様でーす。いやー、天気はいいですね。天気はいいんですけれども、昨日に続いてですね、ちょっと暗いですね。暗いというか、今日めちゃめちゃ驚きましたね。今、車の中でこう、携帯見てたんですよ。そしたらですね、もう皆さんご存知と思うんですけれども、笑福亭笑瓶さん、お亡くなりになられましたよね。いやー、ちょっとショックで、それでびっくりしましたね。まあ最近私テレビ見てませんから、あんまりその笑瓶さんを見る機会なかったんですけれども、まあ笑瓶さんといえば、なんか明るくて、元気で、すごくなんか性格いいイメージの方ですよね。私は少なくともそういうイメージしかなかったんですよ。いいイメージしかなかったんですけれども、いやー、まさか66歳でお亡くなりになられるっていうのはちょっとびっくりですね。いやー、本当にですね、ちょっと考えさせられましたね。私53歳ですから、あと13年後かと思ったら、いやー、本当に考えさせられました。まあでも笑瓶さん、もともと2015年にその大動脈解離で倒れてるんですよね。で、2週間ぐらい入院されてはいたんですよね。なんかゴルフのプレー中倒れたっていうふうに書いてあったんですけれども、ウィキペディアに。だからまあそういう兆候はあったのかなと思うんですけれども、ただきちっと治療されてたはずですよね。だからこそ、その2015年に倒れても、その現在までこう元気にやられてたと思うんですよ。まあでも動脈性か、ね、急性動脈性解離って言ったら、なかなか重いというか、なかなかない疾患ですよね。だから、まあちょっときつかったのかなと思うんですけれども、でも結局、その、まあ66歳でお亡くなりになられたっていうことは、私にとっては衝撃しかなかったですね。だって66ってめちゃめちゃ若くて、今の時代。これからですよね。65、私の感覚で言えば、65歳で、まあ年金をもらって、それで、まあ老後、何十年か、そのお金と、その今まで頑張ってきたお金で生活して、人生お疲れ様っていうことで過ぎていく時間のような感じがするんですよね。65歳以降は。まあ、私の場合60ぐらいで年金もらおうとは思ってるんですけれども、そのもらえる制度が持続してたら、そういうふうに思ってはいるんですけれども、少なくともですね、60歳以降はお疲れ様っていうことで、ちょっとはのんびりしてよっていうような時間だと思ってるんですよ。まあ実際私はのんびりできないですけどね。60までに皆さんと違って、普通は50から60までにお金貯めて、その老後を考えるんですけど、私の場合はお金がどんどんなくなっていった上での60以降ですから、決してその裕福でもないし、それこそ余裕がある生活は送られないと思うんですよ。まあそのあたりは分かってるんですけれども、ただ少なくとも60年人生生きた上で、じゃあそれ以降はのんびりしなよっていう風なのが私は老後だっていう認識してるんですよね。ただそれでですね、66歳で亡くなるっていうのはあまりにも早すぎるし、で、これが人生、誰一人として自分の寿命わからないですよね。まあ当然、その、自死が認められるようになれば、その尊厳死っていう意味で認められるようになれば、さ、自分で結論出すことできますけど、ゴールを決めることできますけど、多分私が生きてる間はそれ厳しいですよね。この日本の中ではそういう尊厳死みたいなのはなかなか厳しいと思うんですよ。だから結局は、その寿命っていうのは、誰一人として分からずに、で、ゴールが分からないっていう状況ですから、まあ不安になるのは当たり前ですよね。ただこれが66でゴールが決まってたってなったら、なんていうのかな、私の場合もこのまま生活しますね。で、もう少し楽しい生活を送りますよね。だからやっぱりですね、人生って、そのゴールが決まってた方がありがたいなっていうふうに思いますね。まあ不可能ですけれども。まあただ、その、笑瓶さんに関しては芸能人で、
お金がいっぱいあって、で、まあ十分楽しんだんでしょうね。私たちみたいな一般人の2倍どころか3倍、4倍、5倍って楽しい人生送ったとは思うんですよ。結局その時間とかそういうプライベートな時間とか含めてないって言っても結局はですね、お金があったら何でもできる世の中になってますよね、今ね。変な話、女性もお金があったら何とでもなるんですよ。で、女性からしたら男性もお金があったら何とでもなるんですよね。変な言い方したらですよ。まあ、これが現実じゃないですか。で、まあ、その女性も男性も何とでもなるし、衣食住も何とでもなるし、だから結局はお金があることで幸せな人生を送れるとは思うんですけれども、ただ寿命だけは本当に誰にもわからないですし、まあ、芸能人にも自分たちみたいな一般人にも平等に与えられてますからね、運命っていう意味で。だからその、まあ、こればっかりは何ともしようがないんですけれども、まあでも翔平さんは幸せだったと思いますよ、本当に。まあこんなに早く亡くなるとは思ってなかったと思うんですけれども、まあお金があって幸せな人生を送ったんだろうなっていうふうにはちょっとは思いますね。ただ本当にですね、びっくりしましたね、本当に。それでやっぱりその最近特にそうなんですけれども、その老後のことってやっぱ考えるじゃないですか。でこれ見てる方、無職の方もいらっしゃるので、いらっしゃるというか結構多いと思うので、私たち無職の人間こそいろいろ悩みが多くてどうしようかなっていうふうに考えるじゃないですか。で、まあ、私なんか発言で余裕かましてるって、まあ、ハイネケンさんなんかには言われたんですけれども全然余裕ないんですよ、本当に。精神的余裕なんか全くないので、だから結局このままずっとこういう考えでいっても幸せな人生送れないなと思ったんですよね。あの50代、今53で、50代で60に向けての50代っていうのはめちゃめちゃ楽しまないとダメな時期だと思うんですよね、私は。個人的にはこうやって、まあまあ今釣り竿もありますけれども、こういう風にじゃあ今日釣り行くかって言えるのも50代までだと思うんですよ。60過ぎたら体力もなくなりますし、まあ70過ぎたら釣り行くのにその計画を立てないと行く気にならないような年になると思うんですよね。だからそう考えたら今すごい楽しまないとダメなのに、それなのにですね、老後のことを考えたり、いやーバイトしなきゃなとか、いやーお金貯めるために就職しなきゃなとか、まあ当然考えるべきですよ、考えるべきですけれども、そういうふうにしてその楽しくない人生を50代で送るのも悲しいなとも思いましたね、今回ね。いやー本当にですね、考えさせられました。翔平さんは、私翔平さん大好きだったので、なんか明るくしてくれるじゃないですか。テレビでも見てたら、まあ過去見てましたからね。そして見ればすごくなんか気持ちが明るくなって、まあ当時働いてたモヤモヤした部分もスカッとする面もあったんですよ、ああいうあのお笑い系の人を見ることによって。だからですね、すごい、まあ自分個人的にはその人生の中でお世話になったと思ってるんですよね、勝手に。すごいあのプラスの面でお世話になったと思ってるんですけれども、そういう方が亡くなったっていうので、まあびっくりしてショックでしたね。いや本当人生わからないですよ、本当に。私もですね、まあこの福岡でそのすごい親友がいたんですよね。私中3の夏に福岡に転勤してきたんですよ。だから全く友達がいない状況 ですぐ受験だったんですよね。でそんな中でもめちゃめちゃ親しくしてくれた N 君っていう人間がいて、今も感謝してるんですけれども、すごく優秀で、彼はその福岡の一番いい公立高校、周遊館高校ってあるんですけれども、その周遊館高校に合格したんですよね。私たちが行ってる中学の中で上位10人ぐらいしか受けることもできないんですよ。でそれでまあ彼は上位10位に余裕で入ってましたから、まあ、受かって周遊館高校行ったわけなんですけれども、高校2年だったかな、亡くなっちゃったんですよね。それもそのボーイスカウトで、ボーイスカウトの指導かな、ボーイスカウトですかね、まあスカウトもボーイスカウトの指導者にはなれないですよね、高校だったら。ボーイスカウトの時にこけて打ちどころが悪くて頭打って、
で亡くなっちゃったんですけれども、で私葬式行ってちょっと泣いちゃったんですけど、だそれぐらいですね、人生わからないですからね。で私が初めて人生ってわからないなと思ったのは彼なんですよね。その彼が亡くなる前まで私高校は違ったんですよね。周遊館高校っていう高校があって、そこを通ってここの高校だったんですよ。だから彼とはその高校の終わりに、あの高校は違うのに会ったり、あのラーメン食べたりしてたんですよね。だからそういう彼が急に亡くなって、それもすごくショックで、で私が高校2年の時に本当人生って考えさせられた経験、こういう経験あるんですけれども、まあ今回もちょっと考えさせられましたね。いろいろ私の周り結構亡くなってるんですよね。自殺したりいろいろ亡くなってるんで、人が死ぬのを見るのも嫌だし、でこうやって、まあ、芸能人、知ってる芸能人が亡くなることもなんかちょっとショックですね。まあ本日は以上です。まあショックショックっていうよりもは、まあこう、まあ天国に行った人から学ぶことも多いですからね。だからそのいい意味で、だからそれを教訓にしていろいろ学んでいきたいなとは思ってます。まあすいません、いつもご視聴ありがとうございます。じゃあすいません、失礼します。